ロゴ出させてライフログでやっております。先ほど質問をね、された。はい、よろしくお願いします。食感同じで。バリエーション変えました、僕。バリエーション。バーサプロの VS? あの日に、あの日に紹介してもらったから、いいじゃん、俺シンクパッドから乗り換えろと思って、だったら早速今不具合が出てるけど、いや、それはまあいいですよ。サイト見ます。シンプルデバイスでメーリングリスト最近、はいはい、面白いですね、はい、誰が入ってるか分かんないから結構急にすごい人が発言してたりして、これ誰が入ってるの。2月の2日から始めたんで、はい、まだ自己紹介の流れにもなってないから、いつ俺自己紹介やってもいいかもですね。いつかこう、まあ、同じメーリングリストですね。はい、で、Twitter マップっていう、Google マップの上で、あのキュッキュッと動くやつですよね。キュッキュッと動きます。はい、ああ、デジハリで生徒に見せたかもそれ。ありがとうございます。こういうことで、今ルーマニアの人が潰れてますみたいな。ああ、まさにそうですね。あれね、日本語とかってやった時に、ちょっとこう。言語で切り替えられましたっけ。あれ、そう、英語はブラウザのランゲージ設定で日本語と日本語以外で分かるんですよ。あ、なるほどね。英語ブラウザ使う場合は、なるほどなるほど、英語でこれツイッターネームはどこになる、どっか書いてないです。ツイッターネーム書いておいてもらわないといけない。あ、ありますあります。あ、大丈夫です。すいません。普段前回なんか締めてないんですけれども、今日はたくさんの英語を聞かされるうちですね。TWマップです。あ、ありがとうございます。じゃあ、まず、どこから。黙ったら。いやいやいや。今ちょっとこれどうしたもんかみたいな。そうなんですよ、ね、どうしたもんか、どうしたもんかな、どうした、どうお金のオープンするかみたいな。バレてよ、なんか使い道がないんですよ。実はサイネージに。あ、この辺につぶやく。僕はね、多分ね、こういうそのつぶやく人ってのはやっぱりどう考えても2割もいないわけだから、そのアメブロ的な有名人だけを、アメリカにセレブリティツイッターとかあって、セレブだけをまとめてから単純にこうレイアウトし直してるみたいな、なんかね、そっち側がもう少しこうなんないと、どうしてもこうキャズも超えられないっていうか、ギークで終わっちゃう感じがあって、やっぱりまだ有名人が少なすぎるし、なんかみんな始めた時にこう面白いフォローセットがわからないから、どうすればいいのみたいな、そこで脱落する人が多いのはもったいないなって感じで。結構これってアンビエントサイネージっていうか、そっち系にの方が使えるのかなって気がしてね、なんか街中なのか家なのか、そういうイベント会場もわかんないですけど、今例えばそこのスクリーンに出てるだけでも結構悲しい。それはそうですね。ちょっと凝った会場だとそういうことやってるとこありますよね。僕が知ってるところだと、慶応の中になんかこうすごいプラズマがいっぱいあるところがあって、こう会議をやってると必ず横でワードを打ってるモニターだけがこう、まあ、津軽じゃないけど出てくるみたいな。だからああいうなんかイベント会場で必ずそういうハッシュタグが表示されるみたいなのがあるといいので、まあ、それでも収益化するどうするかっていうのもあるんですけど。この前クックパッドさ、それと16歳だったんですよ。そしたら、まあ、でかい気象テレビがあったところに、今ここでレシピが書かれました、今ここでまたレシピが書かれました、でも本当日本の地図の上にあって、それも結構再現して面白いなと思ったんですよ。そういう特徴性でなんかできたら面白いのかな。あの未来科学館にあるでっかい LED の地球があるじゃないですか。 あれとかになんか環境のタグを決めて、なんかこうグリーンつぶやき的なものとかだったら、少しこう行政からお金出ないかな、開発費で。シンクゼアスとかああいうのやってるじゃないですか。僕もシンクゼアスは結構知り合いは多いんで、竹村新さんとかね、昔のセンソリウムやってたあのスタッフですとか知り合いはいるんで、そういうところでなんかこうグリーンに翻訳し直すというか、まあ、相当し直すみたいな。今だとどうしてもね、こうギークの情報 RSS リーダーみたいなところで止まってるけど、もう少し社会的な面の部分がもう少し入ってこないと。今度秋分の日にキャンドル書いてあるんですよ。あ、そういうのいいですよね。真っ暗なストーリーからこうつぶやき、今ぜひ見てください。そうですまだ寺子屋に一度ちょっと遊びに行きたいな。今度ね、来週に未来楽器っていうのを作ってる中井さんって人を先生に呼ぶんですよ。未来楽器知ってます？なんかこうプロジェクション、マイノリティリポートみたいなのを1500円作ってみましたみたいな。あの人、遊びに来てください。ぜひ。すごい面白い、あの人。あ、そうか。赤い前です。あ、ええ、
情報を伺って、ぜひ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 ください。じゃあその際は、はい、あ、そうだ、その寺子屋のご案内というか、まあ、今までこういうのをやってきましたっていうのをちょっとまとめてあるんで、いつもね、こんなんやりましたよってだけを見て、あー、行きたかったのだ、ちょっとリツイートが足りないかもしれない、俺のすいません、9月からまた再開しますので、はい、ありがとうございました。アプリケーションもありますけども、まあ、例えばそのカレンダー、アプリも作らないかな、ツイッターカレンダー、どうしようかな、はい、あとはツイッターのコンプローションアルバム、ツイコンと音楽の企画で、今日の日を見て何回何秒